はい、おはようございます。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、バイク用品のご紹介ということでちょっとやっていこうと思うんですけど、僕ね、バイクドラレコをつけてるんですけどね、そちらの方を、全然問題はないんですけど、ちょっとね、グレードアップしてみようかなと思ってね、新しい製品買ってみました。それがね、こちら。ビャーン。今使ってるのと同じメーカーなんですけど、それの2020年最新モデルということでね、こちらの方、購入してみました。画面サイズがね、やっぱ大きくなって、でソニーのセンサーは今もソニーなんですけど、センサーはソニーで、高画質が多分期待できると思います。であと、これはオプションなんですけど、タイヤの、ね、空気圧のセンサーも買ってみました。これオプションですけど、これをつけることによって画面の中にね、空気圧の方も出てくるということで、かなりね、高機能な、ドラレコということになります。高いのはもっと高いのありますけどね、とりあえずね、こちらの方をつけていこうと思います。とりあえず中身のね、チェックをしようと思います。はい、まず、ドラレコの本体ね、本体で、SD カードもついてます。64GB の SD カードね、ついてます。でこれ中見たんですけど、何も入ってなかったですね。再生ソフトはね、ダウンロードするような感じになってるみたいです。どこだったか、ホームページだったかな、 Amazon の方にも書いてたかな。一応僕の概要欄の方にも、ダウンロード URL ね、リンク、一応概要欄に載せておきます。あとは日本語の説明書やらなんやらね。であと注意書きも入ってました、なんかね、はい、お手紙で、GPS のユニットもね、そうなんです、このセットついてるんですよ。だから買うのはもうこの本体、だけ、本体というか、なんていうかな、僕の概要欄の Amazon リンクの、商品買ってもらったら基本的にね、全部揃ってます、 GPS までね。で、あと、録画のシール、とりあえずね。で、ちょっと上からやってるんで、ね、開けませんけど、電源のケーブル。これバッテリーから引く分ですね。で、結束バンド。で、これもついてるんですよ。ハンドルとかに取り付けるね、ステー。ちょっと全部出しませんけど、こんなやつね。このハンドルのところにピュッとつけてね。だから結構重たいというか、しっかりしてますね。本当に全部入ってるセットですね、これね。で、前と後ろのカメラ。カメラ。で、一応ね、USB の電源供給ある方だったら、USB から電源取れるケーブルもあります。ただ、説明書ちらっと見たんですけど、USB から取るとね、ちょっと電源の供給が多分不安定になるのかな。なんか動作的にあんまりよろしくないみたいなんで、バッテリーから取る方がいいと思いますね。で、あと、このボタンね。で、これ緊急録画ボタンみたいなんでね、今ついてるやつ、ボタン押すと、緊急録画っていうか、録画にロックがかかるんですけど、データにね。これボタン2つ、今のやつも2つあるんですけど、どっちも同じなんですよ。で、今回のこれは、青いボタンを押すとね、リアカメラとフロントカメラのこのカメラの切り替えができるみたいなんです。だから、なんていうかな、今までだったら、モニターのとこでね、結構操作がちゃんと反応してくれなくて、大変だったり、グローブはめてますからね。だけどこれだったら物理ボタンだから、簡単に、ね、それが操作できるっていうのは、いいとこだと思います。とりあえず、入ってるものはそのくらい。で、あとはオプションで買った、この空気のセンサーね。とりあえずね、つけていこうと思います。で、多分作業ね、前も撮ってたんですけど、あんまり参考にならないような気もするんで、一応ポイントだけね、ちょっと撮りながら、やってみようかなというふうに思います。ではでは。はい、今から外していくんですけど、これ今つけてるやつね、こんなんはちょっと僕が自分で 3D プリンターで作ったやつです。こういうステーね、
だけど、まあこんな画面サイズね。で、今回のやつが、これ。だ結構違うでしょ。3インチって書いてたかな。かなりでかくなる。で、モニターのこのね、輝度とかも変わると思うんで、ちょっとそのあたりね、見やすくなるような感じで期待したいなというふうに思います。あ、ちなみにモニターのね、リアとの切り替えはこのボタンでやるんですけど、やっぱりね、反応が、まあ、グローブ越しだと余計悪くなるんで、まあそこら辺もね、これ物理ボタンに変わるっていうのがいいですよね。これ今のやつですけど、赤いやつね。うん、はいはい、ではでは。はい、どうも。だいぶバラバラになってきましたよ。ね。まあ、フロント周り。そんな時間はかかってないんですけどね。とりあえず開けて、もともとついてたね、ここについてた外して。まあ、カメラの線がこんな感じですね。フロントリア。これを今から抜いていきます。まあ、こういうとこをね、通って、まあ、行ってるんですけど。まあ、最低限のね、こういう、ビスを取ってあげるとちょっとカウルが浮くんで、まあそしたらね、配線ある程度通ると思うんですよ。このリアのこういうとこもね、ここに、一応一箇所止めがあるんですけど、こういうのも取ってあげるとちょっと浮くんで、ね、もうこれで十分配線通ると思うん でこんな感じでやっていけば多分作業がそんなに、かからずにできると思います。ではでは続きやっていきます。はい、どうも。とりあえず、撤去か、あ、これ忘れてるわ。このボタンだけね。ボタンだけどんどん忘れてるけど、だいたい撤去完了です。かかった時間がね、20分ぐらい、30分もかかってないかな。結局、カウルはね、ここだけ、ここまでは浮くようにしました。こんな感じで。だから配線を、また同じように、こう来て、このね、バッテリーのあたりを通して、リアにね、リアのカメラ、ここか。ね、こっちにつなげていこうと思います。はい、どうも。取り付け終わりました。もう取り付け位置は一緒ですね。前のカメラが、ここ。で、リアのカメラが、ここっていう感じでね、なってます。で一応、僕の場合はリレーね、一応、かまして、アクセサリーね、で通電したらこちらね、このメーターついた状態の時点で電源が、入るようにね、してます。リレーね、かまして、でここから電源ね、あとリアカメラの配線とかがこういって、ここから上がってね、ここへ来てるとね、こう、まあちょっとここがぐちゃぐちゃなんですけど、はい、まあこんな感じです。で、ちょっと見てみようと思うんですけど、あれ？電源が入らないけど、なんでかな？よっ。あ、入りましたね。ちょっとうるさいな。あれ？なんでや？アクセサリーにして、電源が入ると思う。ちょっと分かんないですね。ちょっともう一回確認してみないと分かんないですけど、とりあえず使えるようになってますね。で、ここにつけてるボタンで、こういうふうにリアとフロントと変えれるようになってます。今まではね、こう画面にタッチして、タッチがね、あ、これ変わりますね。やっぱりこうこの二つ画面っていうのはもうほとんど使わないと思うんですけどね。まあ、こんな感じで。だからここのボタンでできるっていうのはね、かなりいいんじゃないですかね。これはフロントとリアだけの、こうね、切り替え。はい。おかしいな。アクセサリーで通電すると思うんだけど。さっきなんか実験してた時はいけてた気がしたんですけど、ダメですね。はい、じゃあちょっとね、実際の、走行行ってみたいと思いますけど、とりあえず動画的に長くなってきたんで、第1部ということでここで終了します。第2部はね、実際これで走ってみて、であとパソコンでね、映像を見てみてっていうところをね、やっていこうと思います。ではでは、
とりあえず第一部完結ということで、ではではさようなら。はい、1個ね注意点、1個注意点ね、これボタンなんですけど、もともとそのドライブレコーダー、これ本体にね、これついてるんですけど、タイヤのね、この空気圧のオプション、どこかな、これね、これを買うと、これもついてくるんですよ。で、最初失敗したんですけど、僕ドライブレコーダーの本体についてるやつね、をつけたんですけど、これダメみたいです。そのセンサーと、これなんていうかな、通信してるのが多分こいつなんですよ。なんか入ってるんですよ多分。だからこいつをちゃんとつけてあげないと、あの空気圧のセンサーね、認識してくれないんで、それだけね、ちょっと注意点、僕失敗して付け替えました。ということで、ではでは。